最初の準優勝戦第10レースからは島川光雄と土屋智則、この2人が唯一切符を獲得しました。そして2つ目の準優勝戦、これから行われますのは第11レースです。対戦メンバーは1号艇兵庫支部柴田浩二、2号艇は福岡支部の松村聡、3号艇滋賀支部馬場芳也、4号艇は地元福井支部酒井俊博、5号艇は佐賀支部吉田満、6号艇愛知支部の中村太平、以上のメンバーで行われます。柴田浩二はオール3連隊、得点率では浜崎直也と並んだんですが、1着数の差で柴田が得点2位ということになりました。その1号艇柴田が枠番通りここは1コースに入りました。柴田にとっては先制策で一気に主導権握りたいのが1号艇柴田。松村2コースです。センター3コースに3号艇の馬場がゆっくりと進入して角を取りました。地元フレッシュルーキーの酒井俊博です。今シリーズは予選では活発な走りが目立ちました。そして5コース回りとなったのは展開引き寄せる力は絶品なのが5号艇の吉田、そして果敢な戦いを見せつけられるか中村太平が6コースです。2つ目の準優勝戦11レース、インコースから枠番通り1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。こうスタート踏み込んだのは4コース4号艇坂井、5コースから5号艇の吉田なんですが、1周1マークインから押し切るか、1号艇柴田、柴田が張って逃げを打っていく。そして2コースから刺すのは2号艇の松村、外に切っていったのは3号艇攻めていったら馬場、その外は5号艇吉田で左打ち切り込んだら4号艇坂井、最高は6号艇中村ということになりました。1号艇柴田が押し切って先頭、3艇身4艇身リード。第11レース準優勝戦はスタート正常です。2着争いがもつれていきそうです。握っていく攻めていくのは2号艇松村、合わせていった3号艇馬場となりましたが、単独2番手の現在わずかに優勢は2号艇松村なんですが、直線勝負で捕まえられるか、3号艇馬場、馬場がへさきがかけられるか、一定心リーダー2号艇松村。レースは2周回目に入ります。まだしかし2番手の続きます。コーナー突っ張って先に果敢に回っていくのは3号艇馬場、開いて差し込むのは2号艇の松村になりましたが、先に回って前に出たか、3号艇逆転成功、馬場よしが単独2番で逆転成功です。2号艇松村3番手で交代、これで上位の体系変わりました。 1-3-2 の体制となりまして、レースは西のりマークの旋回に向かいます。1号艇先頭の柴田が西のりマークの旋回からホーム直線コース、2番手でクリアは道中逆転成功になりました。3号艇馬場よしが2番手、一気に定冠のが10点以上差が広がりました。単独3番手で交代、2号艇の松村、現在上位体系は 1-3-2 の体制となっています。方法ですが、5号艇の吉田、さらには4号艇坂井、そして最高6号艇中村の最終周回の1マークに向かいます。1号艇柴田浩二は1番人気に応えて最終周回1番から最後のバックストレッチ、そして2番手でクリア、見事な逆転切りできた3号艇の馬場、3番手定冠広がって単独2番3番手は2号艇の松村、後方も変わりません。5号艇吉田、そして4号艇坂井、6号艇の中村で最終ターンマークに向かいます。3連単の 1-3-2 は人気際の決着、オッズは 5.9 倍、ラストターンマークから最後の直線に戻ってきました。柴田と馬場が明日の優勝戦進出を決めそう。松村無念3番手でゴール、先頭は1番の柴田、人気に応えて5輪、2番手は3番の馬場が5輪、2番の松村3番手で5輪、5番の吉田が5輪、4番の酒井ラスト、6番の中村5輪。